ロムロムってのはすっげえやつだよな、おっさん。よし、ではそのすごいやつを考え出した本当の大将に会わせてやろう。え、そんな人がまだいるのかい。ついてくるのじゃ。おじさん、どうしてこんなことを考えたんだい。一言で言うと、テレビの画面と映画の画面と、そのぐらいの違いがある、面白さを作ってみたかったからですね。今の、ロムのゲームっていうのはそれはそれで非常に面白くて、これからどんどん出てきますけども、例えて言うならば家で、レンタルビデオを借りてきて、見てる映画という感じだと思うんです。でそれに対して CD ロムっていうのはサウンドもから容量も非常に大きなものが使えますので、まるで映画館で本物の映画を見ていると、そういったような、ソフトになると思います。これからももっとすごいやつが出てくるのかい。コブラや天外マクロという非常に、CD の特徴を生かした面白いゲームを、用意してますけども、その次に、パソコンの、ベストヒットになりましたイースっていうゲームを考えてます。このイースっていうのは、アクションロールプレイングゲームなんですけども、そのイースの1、2という2つの、ソフトを1本にして CD ロムで楽しんでもらえるような形で用意してます。なんだか俺ワクワクしてきたぜなあ、おっさん。